仲間だろう、一緒に笑ったろう。とどうも、爽やかゴロでございます。お久しぶりです。はい、けども今日はね、もう早速とあることをねやってみたいなと思っております。最近ね、ちょっと話題のカップラーメンというものがあるらしくて、今回私こちら買ってまいりました。じゃじゃん。はい、こちらね、一蘭さんの、はい、これカップラーメンでございます。ね、めちゃめちゃ有名なラーメン屋さん一蘭さんがなんと初カップラーメンを出したということなんですね。今までなかったんだなって、私も思い、一時期はもうどこのお店でも買えなかったらしいんですけども、まあ、本日ドン、キホーテさんの方にね売っているということをちょっと聞きまして、ちょっと買いに行ってまいりました。こちら一つ、490円ぐらいだったかな、うん、でもカップラーメンで500円近くするっていうのはちょっともうすごいですよね。はい、早速食べてもう見たいと思います。一蘭だけに一心不乱に開けてみます。ちなみにこちらスープや麺、味をお店の完全再現してるみたいです。実際ね、この、まあ、今回の一番のテーマはこのカップラーメンの一蘭がどれだけお店の一蘭の味を再現できているか、今回のポイントはまさにそこだと思うんですよね。うん、だってほとんど一緒だったら、まあ、正直これでもいいじゃんってなるしね。もうめちゃめちゃストックして買っておきたいとかなるし、いやこれはちょっと楽しみですね。中身見ていきましょうか。中に入ってるのは麺が入ってますね、うん、そして A が、後入れスープ1、B が後入れスープ2、液体、これ秘伝のタレだった。とりあえずお湯を入れて4分、それではお湯を入れてまいりたいと思います。さあ、ということで、今約3分半ぐらい経ったんで、早く A、B、C を入れていきたいと思います。こんな感じになっております。ちょっとこちらに行こうかな。出来上がりはこんな感じでございますね。うん、このなんか油とか浮いてる感じとかももうすごいリアルな。麺をちょっと作ってみる。それではね、この麺とスープがどれだけ、お店の味に本当に近づいているか、再現できているか食べてみたいと思います。ちょっともうよだれが出てきますね。それでは早速いただきます。お店で一蘭食べたことないんですよ。なんで元の味を知らないんですよね。だから再現できてるとかそういうのの前に元を知らないんで、
元を知らないんだろう、元を知らないんだろう。ラーメン屋の一蘭が初めてカップラーメン出したと聞いて、スーパーまで急ぎ足、ランラン一蘭浮かれ足、麺からスープまでお店の味を完全再現しているって、どのくらい再現できてるのかな。一口食べた時あることに気づいた、俺お店の一蘭食べたことない、だからどれくらい再現できてるかわからない。俺お店の一蘭食べたことない、仕切りがあるのもテレビ情報だけ。今度お店の一蘭食べに行ったら、どのくらいカップラーメンに似てるか逆に考えちゃう。今度お店の一蘭食べに行ったら、具材が乗ってるのに驚いちゃうかも。ララ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 ラ蒸せるのがね、ちょっと辛いのが、お店の方だともうちょっとマイルド